集合時間は8時です。無理だった。無理だったね。スケジュールに無理があった。あとやっぱりちょっと僕らもね、年齢を考えた方がいい。そこ。減るのも早けりゃ復活は遅い。そう、それということで朝の予定を1件飛ばしまして、2件目の予定も30分遅らせまして、のそこに10時半にミスと麦と合流しようということになってますんで、現実には中のちょっとその一番有名な台湾みたいな、まあ東京でいう東京タワーみたいなところがあって、まあ、そこに、まあ、行った方がいいのかなみたいな感じでスケジュールを入れてたんですけど、まあいらないんじゃないかっていうあれですよ、いい感じの台北101を撮影してきてる人の YouTube のリンクかなんかを下に貼っときますわ。そうしようそうしよう、貼っときますわ。あっちの2人はなんかどうやら朝から西本町で遊びに行ってたらしいですけど、ね、元気、元気だよね、元気だった、ハモるぐらい元気だったんだよ。見てますわ。3日目ですけどね。3日目、まだあと2日あるって考えたら衝撃なんですけどね。明日の朝めちゃくちゃ不安。不安、まあ、過度な期待は禁物やけど。そうな、自分たちのね、あの回復力を過信しちゃいけない。いけない、いけない。寝たら治るとかそういうのないから。リポデーとか売ってないかな。あ、そうね、ちょっとタワーの前借り的な。そうそう、レッドブル的なものちょっと入れるっていうのは売ってないかな。まあ、ちょっとあるんじゃない。コンビニあるんで、ちょっと寄ってみよっか。カツ入れますか。そうだね、私実生活の中でレッドブル入れなあかんみたいなことになったことないけど、今人生で初なってるからね。え、マジで？めっちゃめんどくさいじゃん。え、悠遊カード置いてきたかも。まあそしたら、あの台湾の電車のチケットの買い方を覚えて。すいません。そうします。ただでは転ばないような信用さんです。はい、一発入れてきた。ダサ。そんな飲めないんだからやめてください。脂肪フラグです。全然お酒強くないです。あった。おこれは？これは？快速充電って書いてる。やばないこれ。やばない。充電はしたい。これが我々が知っているいつもの。そうだね。そことなくちょっと似たような感じ。成分とかどうですか？ああ、カロリーはこっちが高いですね。ああ。快速充電してみようか、私。快速充電してます。うん、じゃあちょっと味比べしてみますか。わかりました。じゃあ、はい、じゃあこれを1本ずつ買います。はい。こっちもある。命を維持する B 飲料なんですよ。
あ、いや、でもレッドブル自体もめちゃくちゃ久々だわ。新幹線で飲み食いダメは辛いね。辛いね。結構長い時間だからね。さすがにね。切符だよ。切符切符。まさかここで切符を買うことになると思わなかったよ。そうですよね。それを省くためにヨーヨーカードをね買ってますから。はい、じゃあ先輩、では買い方を教えます。まずすまし顔で日本語をしてください。はい、すまし顔です。はい、で、こっちですね、片道切符。はい、でこれで、値段、今から行くのはここ、ここですね、ここ、はい、ここ行くので20押してください。はい、じゃあ20元入れてください。20元なので、まあ大体70円ちょっとぐらい、そう安いですね。ちなみにヨーヨーカードを使うと日本と一緒でちょっと割引が効いて安くなるんですよ。はい、20払っていただいて、はい、はい、出てきました。こちらが美佐子さん、こちらです。これが切符です。なるほどね。なるほどねって感じでしょ。なるほどね。タイもこんな感じなの。あ、そうなんすか。だ、形は違う。でもコインが出てくるのね、うん、なるほど。でも私謎なの、なんでコインなのって。うんうん、これはね、
まあ今からやっていただければ。これピじゃなくて入れるんだっけ？これですね、ピです。実は。そう。そうなんですよ。はい、じゃあ先輩ピで。はい。はい。私も。はい、ピで。回収するんですよね、帰りに。そうそう。あのシャランって入れて。はい。なので多分回収しやすいように。やってるのと、あとエコな、エコですよね、そう、エコな国なので、そういう風に回収して再利用できるようなシステムを使ってるっぽいですね。なるほど。はい。意図せずにコナン君は世界規模なんだって知ってしまった。ちゃんとコナンって思いになるよね。ね、びっくりした。そして安室さん人気も高いんだっていうのがよくわかりました。でこの表示結構嬉しいと思うんだよね。あ、過ぎたところとその次が分かるから。確かに。そう、なんか寝過ごしとかしたらさ、あれこの駅ってみたいな、過ぎてたっけ、まだだっけみたいになるじゃん。それが全部書いてあるだけでもちょっとなんか嬉しいなって思っちゃうんだけどね。いつも乗り過ごしたら普通日本のこっちの看板見て1個前、あ、来てんじゃんみたいな、なるなる。では、千、ビエン、合ってるかわかりませんが、これ？あ、じゃあどっちだ？こっちか。まずは合流。へい。いや、だいぶ若者待たせてしまいました。いや、申し訳ねえな。僕らがレッドホールがよくわかんない牛の売り物みたいな。あ、ね、ちょっと元気だよ。え、本当に？うん、そんな速攻するの？やべえ。メーターがふーって。やばいと思う。ただ外歩いた瞬間にすげえ著しく減ってくんだろうなとは思ってるけど、明日マジで動けなかった。パワーの前借りって言われてますからね。そうだよね、結構前借りしたんだと思う、よし、でこれを、あ、次は入れるようになってる。はい、はい、あ、大丈夫です。じゃあ入れますね。おー、若者たちよ、先輩たちの。そうだよ、このダメな先輩たちを。なんて言うんだっけこれ、重役出勤。重役出勤。これが重役出勤です。もう時間がとか思いながらレッドブルを余裕で決め、あ、タルトがって言って寄り道をし。いやもう重役も重役よ、重役も重役だよ。いやもう本当ね、まず着いたら謝ろう。あ、大丈夫。あの人たちに。